入試現代文のアクセス基本編の、はい、1個上。やっぱアクセスシリーズは解説いいですよね、うん、もう本当なんか長すぎず。武田塾チャンネル。入試始まりましたね。入試始まりましたね。でとうとう、おそらくこのね動画を見てくれてる皆さんはですね、はい、結構その受験学年というよりは来年受験を控えている方々が多いんじゃないかなと、うんうんうん、いや気になりますね。やっぱり1年間自分がどういう風なルートを進んでいけばいいかなっていうのは悩むところですからね。そうそうそう。だから1冊ごと武田塾のルートで選ばれている参考書を解説しちゃおうと。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。中森先生、はい、今日の1冊は今日は、入試現代文へのアクセス発展編ですね。発展きました。どんな参考書でしょう、うん、これはもう、はい、前に紹介した入試現代文のアクセス基本編の、はい、1個上、うん、まあ大体レベル的にはマーチ大賞ですかね、うん、G マーチ大賞カンカン同率あたりの文章だけの問題集って感じですね、はい、うん、難関大になってきますね、うんうん、はい、でこれもねやっぱりそのアクセスの良さ、はい、簡潔な解説かつ分かりやすいという、うん、ただこのレベルになってくるとちょっと簡潔すぎてもねちょっとっていうのがあるから、はい、これね実は要約がちゃんとついてくれてるんですね。はい、ついてます、ね、だと、うん、なので、うん、実は武田塾のルートとこの参考書の前に、はい、現代文読解の開発読解力の開発講座、はい、あれをやってからこちらやるようにしてもらってるんですけど、うんうん、実は文章の難易度そのものは開発講座の方がずっと難しいんですよね。そうですね、うん、やり方を要は、まあ、真似するために、はい、あえて順番を逆にしてるんですけど、うん、あそこでちゃんとなんていうの難しい現代文の読み方を学んでこちらで練習するっていう流れでね、うん、やっていただくのが非常にいいかなと思いますね、はいはい、うん、やっぱアクセスシリーズは解説いいですよね、うん、本当なんか長すぎず分からん、うん、浅はかすぎずじゃなくて、うん、まあ、はい、すごいいいですよね。そう、過不足なくっていう感じの、はい、ですね、簡潔に勉強するっていうので、ね、非常に使いやすいかなと思うんでね、はい、ですね、うん、まあ基本ねアクセスシリーズはシリーズでも国立でもどっちでもね、はい、まあ、もちろんこの後対策をちゃんとそれぞれでやんなきゃいけないけど、うん、両方に使えるような問題が結構多いんで、うん、ぜひこちらで練習してね、うん、難関大に向けて練習を積んでもらえればなと思いますね、はい、ですね、はい、今回は以上です、はい、矢部先生、はい、まあ、この動画見てね、はい、まあ、もっと参考書のこと知りたいなと、はい、自分の勉強のこととかちょっと具体的に相談したいなみたいな、はい、とはどうする？こちらですよね。あ、こちら、はい、こちらに、うんうん、アクセスしてもらえれば、うん、武田塾で無料の受験相談が1時間がっつり受けられますんでね、はい、うんうん、僕もこの相談を受けてもう本当人生変わって偏差値30ぐらい上がって逆転合格できたんでね、うん、はい、ただいま校舎のねめっちゃ増えてるんで、はい、増えてますね、最寄りの校舎でねぜひ相談を申し込んでいただければと思いますので、はい、うん、